今前半戦でこの賢者の特性、賢者の役割、そして勇者との関わり、専門性を立てるっていうところまでやりました。ここまではどっちかというとこう賢者自身が一人でやっていくところ、自分で準備していくところになりますが、最後のこの567っていうのは関係性、まさにこう賢者のプロフェッショナリティのところである関係性の中で自分を生かしていく方法を具体的にお話ししていければと思います。今のサンシャイン出版の津田さんの後ろにいらっしゃるんですけど、いいですねって褒めていただいて、今テンション上がって頑張ってますのでどうぞ皆さんお付き合いいただければと思います。ではチームを作るっていうところから始めていければと思います。はい、ではチームを作るに関して話をしていきましょう。時間と自由を確保する。賢者っていうのはあのマトリックスで見たときに、お金はないけど時間はあるが賢者でしたね。勇者は逆にお金はあるけど時間がない、お金も時間もないのが挑戦者、お金と時間両方あるのが老師というふうになってました。で、賢者は時間がかかるんです。関係性をお金に変えていく、要は信頼関係からお金を生み出していくっていう、少し時間がかかっていくようなプロセスを経ていくことが多いので、どうしても時間と自由っていうのを確保していく必要があります。そのためにはチームの作り方っていうのを得得していってください。で、このチームを作るっていうのを意識的に学ぶっていうことって実はあんまりないんですよ。特にこう自営業とか起業したいとか好きなことを仕事にみたいな業界の業界っていうか、そういうコミュニティにいる方っていうのはなんとなく付き合っている人でなんとなくチームを作るってことがやっぱりよく多いです。友達同士で作るとか、何か気が合う人と一緒にやるみたいにして、なんとなく始めて、なんかウェブできるんでしょとか、なんかチラシ作れるんでしょみたいなところから始まっていくことが多いです。それは悪いことじゃないですし、素晴らしいことだと思います。ただし成果を出すっていう点で考えたときは、成果っていうのは強みから生まれるってドラッカーも言っているように、その人一人一人の真の強みに特化したチームっていうのを作っていく必要があります。で、特に勇者っていうのはチーム作るの苦手です。勇者はビジョンを語って人を集めるっていうことはできるんですけど、集まった人がうまく機能するようにサポートするっていうのはあんまりできません。なので賢者の皆さんがチームを作る、その作り方を知っていると勇者のことをもっと生かすことができるようになります。要は賢者が勇者を直接的にサポートするだけでなく、その勇者が動きやすいように環境やチームや その他仕組みそのものを作れるような賢者になるというところが皆さんに目指していただきたいところです。で、ここではあのチームビルディングの型を知るという言い方をしています。で、私の一番シンプルで分かりやすいのは桃太郎理論かなと思うんですけど、桃太郎の物語は知ってますか？桃太郎知らない人大丈夫です。じゃあ桃太郎理論っていうのを知らない人はどのくらいいますか？桃太郎理論っていうのを知らない、あ、みんな知らない。じゃあ簡単に説明をしましょう。桃太郎には何が出てきますか？猿、いいですね。猿、あ、ごめん、ちょっと私マトリックスの位置忘れた。口頭にしよう。本当はこれマトリックスあるんですけど、猿と犬とキジと主人公、主人公が忘れ去られてますね。実は組織って大きくこの4つで動かすことができるんですよっていうのが桃太郎理論です。で、桃太郎っていうのはまさにリーダーで、長期的なビジョンを語ってその世の中をどんどん変革していくぞ、社会を変えていくぞ、みんなこっちの方に進むぞっていうのを言うのが桃太郎ですね。で、これは、まあ、世の中で起業家みたいな気質を持っている人が多いです。で、これはあの神田正則さんの中の理論で私は勉強したので、桃太郎理論って Google で調べたら出てくるから、安心して後で皆さん調べていただければと思います。で、桃太郎、その次に仲間に入るのは誰でしたっけ？これ実は順番も大事なんですよ。桃太郎って実は引用語行とかでできてるので、漢詩で見たりすると全部ね、あの三方法局とかになってるんですよね。相性力、ちゃんと星回りが。次はどこですか？要は桃太郎が一人でこういうことをするぞって言いました。次に仲間になるのは、そう、犬です。犬っていうのは要は営業マンです。実業、実務をどんどんこなしていって、桃太
さん、いいっすね。あなたの理論、あの思い、あなたの思いは、マイクが入ってる。ごめんなさい、マイクが入らなくなっちゃいましたね。一旦置いておきます。犬っていうのは桃太郎に対して共鳴共感して、それを営業していくっていうのが次に出てくるわけです。だから会社を作った時も一番最初に雇うのは、実はバックオフィスを雇う前に先に売り上げを作ることができる、売上を作ることができる営業マンを先に雇った方がいいんです。でも多くの場合、守りの方のバックオフィスとか顧客対応ももちろん大事なんですけど、する前にまず犬、要は目標を達成するためのプランを描いて、こんな風に動いていきますねみたいな、お客さん集めてきますね、お客さんのところ回ってきますねっていう犬っていうエネルギーを次に得ていきます。で、多くの場合、まず桃太郎と犬が一人で二役、もしくは最初の場合は一人で四役やるわけです。それを犬が出てくることによって、コンテンツを開発したり商品を見直したりする時間っていうのを桃太郎が持てるようになるので、犬が出てくると組織が一気に拡大します。ドカーンとイメージしてください。じゃあ桃太郎が持っているビジョンを目指して、犬がすっごいお客さんを動かしてきました。お客さんが増えてきました。そうするとどうなりますか？儲かりますよね。でもおそらく戦略的なミスが出てきたりとか、抜け漏れがあったりとか、本当はもっと効率的にできるはずなのに、動け動けって言って効果性が低くなってくる可能性があります。その次に出てくるのが犬の次は、そう、猿です。猿っていうのは知恵の象徴なので、そういうのをちゃんと管理するマネージャーって言われる人が次にやってきます。で、犬が立てた計画とか犬の行動に抜け漏れがないかとか、どうやったら犬や桃太郎がもっと効果的に効率的に動いていけるのか、そしてどんどん増えてきます。で、本当は4人しかいないけど、犬がね10匹とか20匹とか増えてきた時に、猿がちゃんと知恵を使ってどんな風にチームを動かしていくのかっていうのを考えていく管理者みたいなのが犬、猿が出てきます。そして最後に仲間になるのは、そうです、キジです。で、キジっていうのは、あの神田さんは確かなんか政治家とか言ってたんです。少しは癒して、確か癒してって言ってた気がするんだけどな、癒してって言って、そのもう桃太郎がリーダーシップ発揮して、そして犬がガンガン行動して、それを知恵者である、猿が管理する。でもその中で私やっぱり嫌だなとか、組織の中で仲間外れが起きたりとか、組織が揉めてしまったりとか、そういうことを調停していって、長期的にこんな風にやっていきませんかっていうのをこうまとめていくような役。どっちかというとこう女性でほんわかしたような人がこのキジっていう役割をすることが多いです。ムードメーカーみたいなものをイメージしてもらえるといいかなと思います。で、これがまたぐる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 回っていくっていうのが桃太郎理論なんですよ。で、こういう組織を作るための型をどれだけ知ってますかっていうのを賢者の皆さんに問いたいし、得得していってほしい。今の聞いたらなんとなく桃太郎知ってるからイメージできるじゃないですか。で、桃太郎理論以外にもチームを作る方法みたいなのがたくさんあるので、一人のプレイヤーとしての賢者で必要とされるだけじゃなくて、他の賢者や組織の中にいる他の第二第三の勇者老子を活かせる賢者になっていくと、スーパー賢者になるわけです。そうするとちょっと波の賢者とあの人は違うぞって、その人自身も必要としたいし力にもなってくれるし、かつ他の人まで活かしてくれるような賢者、あの人いるとチームがうまく機能するんだよねって言われるように、チーム作りっていうのを得得していく。で、チーム作りで明日が大事だなと思うのは、マネジメント、ディレクション、仕組み化です。で、マネジメントっていうのは、まあ、プロジェクト全体をちゃんと把握して俯瞰した目で、長期的な視野で見ていくのがマネジメント。で、ディレクションっていうのは聞き慣れないかもしれないですけど、仕事を振っていく、任していく、その進捗管理を見て、自分が実動しなくてもその人が自分以上に成果や結果を出していけるようになるのがディレクションです。で、このディレクション能力が高い人っていうのはかなり重宝されるし、すごくチームの中での要になります。で、最後は仕組み化です。自分がやってることをマニュアルに落とす、誰でもいつでもどこでも同じ結果や成果が出せるように確立化して基準を高めていくのが、この仕組み化マニュアル化です。で、意外としないんですよ。だから
スーパー賢者が一人いて組織が成り立ってた時に、ふとその人が例えば出産でお休みするとか、他の仕事でヘッドハンティングされていっちゃうって言ったら、機能してたはずのチームが一気にガタ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 って崩れちゃうっていうのは、実はまあその人はプレイヤーとしてはスーパー賢者だったかもしれないけど、その自分が去った後のチームのことすら考えて、ちゃんと残していけるような土台まで作っていけるような賢者っていうのを目指していってほしいなというふうに思います。で、時間を確保するための方法は大きく2つです。勇者の時間の確保の仕方っていうのは、圧倒的に自分の価値を上げて時間単価を上げるんです。例えば1回1万円の商品だったら100回月にやれば100万円ですよね。でも1回1時間1万円だったら100時間動かないといけないわけです。でも1回100万円になって1時間100万円になったら99時間空きますよね。これが勇者の時間の作り方なんです。高額商品を用意する、パッケージングで単価を高めて自分自身の時間を余裕を作る、要は1年間の売り上げを3ヶ月とか半年で作っちゃって他はお休みしますみたいな勇者のやり方なんです。賢者はどちらかというと堅実に自分がいなくても組織が回るような体制を作って、 IT や人事の部分での仕組み化、マニュアル化を行うことで、自分がいなくても回るような組織作り、関係性、信頼関係が回り続けるようなものを作れるのが賢者なんです。だからみんな勇者を目指さなくても、確実に堅実に時間はちょっとかかるかもしれないけど、賢者の道っていうのを歩むことで時間と自由を手にするっていうのも可能です。これがチーム作りのところに関しての内容になります。ではここを踏まえた上での自分自身の感想や、どんなことに実際に取り組んでいくのか、自分が作りたい理想のチームってどんなチームなのか、これを書き出していってほしいなというふうに思います。で、理想のチームって人によって違うんですよ。10人ぐらいが理想だなという人もいれば、いや私5人ぐらいがいいな、もしくはやっぱ30人、50人、100人いる方が楽しいっていうのは、人によって規模感とかサイズ感って違うんですよ。なので、あの動画を見ている方も、自分の理想のチームとはどんなチームなのか、そしてそのチームの中での役割、自分が何をしているのか、どういうシチュエーションやどういう役割で必要とされたいのかっていうのを書き出してみてください。これちょっと時間長めに取ります。10分ぐらい取るので、19時55分ぐらいまでちょっと書き出してみてください。では理想のチームがどんなものなのか、自分自身はその中でどんな役割を見出したいのかを書き出していってください。ではどうぞ。欲しいですかとか、どんなチームに期待、チームに何を期待しますかとか、どういうところを支えてほしいですかとか、そんな感じかなと思います。勇者はね、チームに感謝しないとね。
茶ぶりしてありがとうって言った。近くの人とシェアしてみてください。
チームについて、ちょうど今一緒にチームを作ってるみゆきちゃんに聞いてみようかな。はい、どうぞ。おっと、どうですか。とかその今聞いた話の中で自分はどういうふうにやっていこうかとか、チームが一つになって進んでいくから勇者も考えている方向性に一つになって進んでいけるように全体を見渡すっていうところが私の役割かなって、うん、どうやってじゃあそのチームが一つで同じ方向性を向いていることを確認するんだろう、ね、すごいうなずいてるよそうなんか抽象的なこととかイメージは持ててても、この具体的に成果結果を出すためにやっぱ具体性が必要で、私はチームを一つになるようにサポートしますとか言うといいね頼んだよって言うけど、実際じゃ何をどう具体的にして誰がどんな風にいつどうなったら一つになったと言えるのかが測定されないと、結局何か頑張ったのに結局勇者から認められなくてなんかもう嫌だってなっちゃうんですよ賢者は。でもそれは賢者の曖昧さが勇者の成果につながりづらい、勇者からとか誰かから褒められづらい、頑張ってるのは分かるんだけど、それはどんな成果につながってるのかっていうのを賢者自身も把握できないし、周りの人が見てても把握しづらい。そうなると結局使いっぱしりの賢者みたいになっちゃうんですよ。なんかいろいろ頼まれていろいろやるけどてんてんてんみたいになっちゃうから、だからこそ自分の理想のチーム像を見出していって、かつその中での自分の役割まで考えて作っていく。でそれがあって一番最初に言ったいろんな勇者と接してみてください。そうすると思ってたものが思ってる通りに成果が出るかもしれないし、 A っていう勇者には機能したけど B っていう勇者には機能しないってこともあるわけです。それをたくさん試してくださいねっていうのが一番最初に話したんですよね。なのでそこをぜひやってみてほしいと思います。それで言うと、ね、1個自分の専門性や役割を担うとしたらどんなところに指していく、それを理解しておかないと、なんか忙しく動くけど、はぁってなっちゃう。うん。なんかキーワードがあるとすると、あ、これ使えた。キーワードがあるとすると、放送事故になっちゃうらしい。5秒以上空白があって放送事故になるらしい。ダメ、置いていかないから。ちゃんとそれもレッスンするの。賢者って自分の気持ちを相手に伝えるのが苦手なんですよ。だからちゃんとそれを日々トレーニングして、私はこう思うっていうのを言えるようにしておかないと損ばっかりするんだよ賢者って。なんかあるたりとか、なんかちょっと考えるとか言ってるとどんどん話が先に進んで、いいって言われて、うん、いいと思うみたいな、もう後手後手に回っちゃうんだよね。そうするとせっかく持ってるアイデアも活かせなくなっちゃうから、ちゃんと自分の中でのルールというか自分の基準というか、こういうことを大切にしたいっていうのを事前にどれだけ自分が明確にしておくことがあるね、まあ、それが次のところにも出てくるので、みゆきはちょっと次の6番のところぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。なんかある？理想のチームっていうところとして、同じビジョンを持ってお互いの能力や才能を認め合うことができて、関わりの中で新しいビジネスとかコラボレーションが生まれていく。で、一人で活動しているときよりもさらに自分気づいてなかった自分に気づいて能力とかがお互いに引き出されていくような関わり、関係性のチームが理想だと思っています。で、私がチームの中でどのような役割を担うのかって考えたときに、でも結局全部なんだろうなって思う。順番に全
ていき、まあ、だんだんに人材育成とかまとめ役っていうところに順番にいっていくのかなっていうふうに思います。全部やってくれる人がいればいいんですけど、ね、はい、いいと思います。結構具体的ではね、はい、聞いてて、なので今その書いてることを実際の人とか会社とか組織に入れ込んでごらん。例えばその理想のビジョンっていうのは具体的にこういうことを掲げていて、それに対して一致団結っていうのは A さん B さん C さん D さん E さんがいて、それぞれの強みを生かすっていうのは A さんの強みはこれ、 B さんの強みはこれ、 C さんの強みはこれって全部書き出していくわけで、それを具体的な行動指針や方向性にしていけると賢者としての才能は素晴らしい。勇者はそれを感覚的には掴んでるんだけど、目に見えるものにしてもらったりとか具体的な計画に落とすのはあんまり得意じゃないわけ。基本的に勇者って感覚人間が多いから、もちろん論理的な勇者もいるのはいるんだけど、そういうところの抜け漏れをちゃんとサポートしてあげれるようになると賢者としてのレベルもぐっと上がるんだよね。だから方向性と今言ってたことは素晴らしいと思うから、それを今の現実的な人や組織や資源と重ね合わせてもう一回言語化するとすごくいいと思います。はい、ありがとうございます。結構みんなもコメントをくれてたりしますね。で、今質問があったんですけど、このディレクション能力を高めるために有効な書籍はありますかって質問があったんですけど、ディレクションに関しては7つの習慣がいいと思います。で、7つの習慣の中の特に第6の習慣の中にデリゲーションっていう言葉も出てくるんですよ。引き継ぎをするっていうところで、なのでディレクション教育に関してはやっぱり自分自身がまず公的私的成功を収めて、私的成功から公的成功に移行するためにも、まあ、習慣7つの習慣っていうのは人生においても事業においても素晴らしい名著だなと思いますのでおすすめします。そして7つの習慣こんな分厚いから一人で読んでても理解できないわけだからこそ、私が毎月やってる7つの習慣実践会っていうオンラインで勉強できる会にご参加いただければと思います。本当に安いとも年間1回5000円ちょっとだからさ、年間6万円ぐらいで人生と授業両方ともかつ効果性の高い人格を作っていけるようになるっていうのは、私も7つの習慣出会ってよかったなって本当に思います。ファシリテーターの勉強とその後のライフコーチっていうのを取るのに150万かかりましたからね。そのエッセンスは全部月5000円でお渡ししてますので安心してください。はい、ではこの5番のチームを作るっていうところから次に進んでいきましょう。次、自己 PR グッズの開発。賢者は自己主張が苦手なんです。今みゆきがうーとかいいとか一生懸命絞り出そうとしてますが、勇者ってポン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 その場で対応できるんですけど、賢者は熟考したりとか感じたり考えたり落ち着く時間がないとやっぱその場での判断とかが難しかったりする人が多いです。全員はそうだとはありません。なので自己主張が苦手な自分、まあ、賢者のために説明しなくても伝わる自己 PR グッズを準備しましょうっていうのが結構具体的な方法なんですね。持ってる人、名刺以外に、もしくは名刺にちゃんと名前とアドレス以外に、私はこういう人でこんなビジョンでこういうことが得意でこんなこと苦手ですって書いてる人ってどのぐらいいますか。要は自分のキャラクターを理解してもらう強みや弱み、自分が何を目指してるかっていうのを勇者はない方がいいんですよ。私はこういうことがしたいんですみたいな情熱的に語った方が伝わるのが勇者なんですけど、賢者はあんまりこう語るというよりも資料にまとめたりとか何か物で表現したりとかウェブサイトを見てもらうみたいな形にした方が自分の PR がしやすくなってきます。動画とかね。なのでおすすめはまずミッションステートメントを作成することです。これも7つの習慣第2の習慣終わりを思い描くことから始めるっていうものの中に入っています。これは自分の人生の宣言文です。この人生でこんな役割をしてこんなことをミッションとしてやっていきたい、父親として母親として子供として経営者として事業家として地域のリーダーとしてこういうことをしていきたいということを書いていくミッションステートメントと、それを実際にメニュー化する、これまで出てきているチームの中での自分の役割とかこんなスペシャリティ専門性を持ってますよということを含めて、ぜひメニューみたいなのを作ってみてください。要は自分チラシみたいなものです。で、どんな形式でもいいと思います。おすすめは まず A4 の両面で一回自分の人生すべてを表現できるようなものを作ってみてはいかがでしょうか。で、それを作った上でもう少しパワーポイントでスライドを増やしていったり企画書にまとめていったり、私のビジョンってこうなんですって事業計画書まで落とし込んでいく
そういうものを丁寧に紡いでいくといいんじゃないかなというふうに思います。常にそれに似たようなものを持ってるよって人がございますか？初対面の人と会うときに、私ってこんな経歴です、こんなことをやってきましたっていうのを見せる資料がある人、これ意外といないんですよ。で、私一応勇者やってますけど持ってるんですよ。ちゃんと客観的に自分のことを知らない人に自分を伝えるための方法っていうのを何個か持ってます。砕けたやつからちょっと固めのやつまで。で、一回これを作ると人生の棚卸しができます。今までの自分の人生の棚卸しをしながら過去、現在、未来をつなげていくっていうことがこの自己 PR グッズの開発には必須になってきますので、ぜひやってみてください。入れてほしい項目は、どんな人とどんな未来を作りたいのかとその理由、あと得意なこととできること、あ、苦手なこと、増えてなこと、そしてこれ重要なんです、メニューを作ったときにこれ大事にしてください。勇者にとって美味しい契約内容を作ってほしいんですよ。勇者にとって、例えば私がすごい賢者で、こんなことできるんです、わ、君をぜひサポートしたいって言われて、いや私月30万かかるんですって言うと、勇者からするといい子だけど30万かってなるわけです。それを賢者は賢く、勇者にとって短期的に美味しい契約内容を作っております。私本当は30万なんですけど、最初の3ヶ月3万円でいいですとか、無料でいいですとか、もしくはバーターでこういう価値とこういう価値交換しませんかというふうに、勇者が自分を使いたくなるような、そういう契約内容というのを考えてみてください。で、ちゃんと自分が関わって成果が出た後に、実際の自分が理想とする契約内容に近づけていく。もうその時には勇者やチームから手が離せないような、もうあなたに絶対いてほしいって言われるような状態を作ってから、自分の本来のオファーを出すっていうのが賢者にとっての賢い契約方法です。勇者は逆です。私に任せてください、月30万です、払えない、大丈夫で、絶対任せてください、やりますからっていうのが勇者だけど、賢者ってあんまそんなに自己 PR できないじゃないですか。私ちょっと自信がなかったりする、自分できないかも、そのまま30万もらってると思うんだから、3万とか5万とか安い値段で、それで30万分、50万分、100万円分の仕事をして、徐々にそこにちゃんと成果をつなげていきます、つなげていうような契約内容を自分でちゃんと考えておくと。賢者って結構いいねでやることも多いんですよ。とか、なんか無理やり自分の価値を大きく見せて失敗したりとか、逆に安く見積もりすぎてうまくいかなかったり、関係が長期的に。なのでちゃんと自分にとっての大事なことと、勇者にとって短期的にまず美味しい、まず与える、与えてから受け取る、これ勇者の特徴でありましたね。よいしょ、ほら、与えることで相手を豊かにし、与えた後に自分が受け取るという長期的な展望で関係性を築いていくのが賢者の特性なので、まず与えてください。まず勇者を本物の勇者にしてください。その後もちゃんと必要とされる関係っていうのを作っていくのが、この自己 PR グッズを作るというところになります。ではここに関してもまた5、6分時間を取ります。17分ぐらいかな、17分、18分ぐらいまで時間を取りますので、自己のワークに取り組んでいってください。自己 PR グッズを作るとしたら、私はウェブサイトなのか、動画なのか、名刺なのか、チラシなのか、パワーポイントなのか、どんなものなのか、で、契約内容って私はどんなふうな契約内容がいいのかな、短期契約で集中3ヶ月型がいいのか、1年間とか3年間とかの契約がいいのか、どういう価格なのか、これを少し考えてみる時間を取りたいと思います。では時間を取りますので、18分ぐらいまで書いていきましょう。ではどうぞ。
近くの人とシェアしてくださいね。もうこういうの一人でやるよりも仲間とシェアした方が圧倒的にいいものが出来上がります。項目の窓をどんどん開いていきましょう。あと2分ぐらいで次の章に進みたいと思います。ちなみになんかこういうものに近いものでもいいんだけど、作ったこととかある？まとめたこととか。今ホームページを作ってます。お、じゃあ自分用のホームページ、自分用の、おうおう、名刺も一緒に作成をやっています。それ両方自分でやってる？やってます。おー、賢者ですね。別にデザイン学校行ったとかウェブを勉強したとか別にないんでしょ？高校はそういう、まあ、色彩とかデザインの勉強をしてたんですけど、おうおうおう、ね、こういうのは自分で勉強してできる特性、個性があって、うん、その人がその仕事に対して情熱とかビジョンがある人と、うん、ギブアンドテイクのできる未来を作りたいなと思います、うん、その理由は、お互いが自分の仕事に情熱を持っていれば、うん、全力でお互いを補うことができるし、うん、その人の相手のために、その勇者のために最高なパフォーマンスをしようと思えるかな、うん、で得意なことは分かりません。ほう。ほう。不得意なことは、うん、そういう日時の指定をするとか、うん、最後の決定をするのが、うん、とても苦手です。スケジューリングと意思決定だ。はい、なるほど。で、うん、美味しい契約方法、うん、その人こういう理想、その人の理想にフォーカスして、うん、私が仕事にしている例えば外見、見せ方としてメイクの方法を教えたり、うん、自分がこういう体型になりたい、うん、こう質よく寝たいとか、そういう人のための栄養学を教えてあげたり、うん、このとにかく自分の見せ方を教えてあげられる、うん、喋ってみて、何か気づいたり、もっとこうしたらいいなとか、ここはよくできてるなとかっていうのが
たいことある？メニューは自分で決めていて、うん、それはすごく私の大好きな勇者の人と話しているからだなって思います。なるほど、勇者の存在があるからこう自分のメニューがなんか出来上がってきたの、うん、とか、うん、その勇者もやってるな、賢者もやってるなって思う理想の人がいるから、うん、ああこういうことかっていうことが今すごくわかります。なるほど、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。いいですね。そうだな、一つサポートをフォローするとすれば、勇者にとって美味しい契約方法を作るときにイレジスティブルオファーっていうのを作ってほしいんですよ。通称 IO って私は呼んでるんですけど、イレジスティブルオファーっていうのはマーケティングの用語で、ノーというよりもイエスという方が簡単なオファーをするって言うんですよ。どうしてもセールスをするときってみんな内容これはいいんですよ、これはなんですよ、あれですあれですよって内容で勝負しようとするんですけど、そうじゃなくて契約の方法そのものが、これノーって言う必要ないじゃんって、イエス以外なんて言うのっていうような契約内容、例えば極端な一番簡単なので言うと、リスクリバーサルって方法があるんですけど、満足しなかったら全額返金します。これ一つ の IO を作るときの一番シンプルな感じなんですよ。3ヶ月間本当は月10万円で、3ヶ月で30万円ですけど、3ヶ月やってみて全く満足いただけなかったら30万お返しします、契約しませんかって言ったら、何も言わないよりは契約率が上がりますよね。だからそれは自分の商品サービスの特性によってリスクリバーサルが使えるかとかって関係するんですよ。例えば家を建ててね、5000万ぐらいで満足しなかったら税金返しますっていうのはなかなか難しいわけですよ。とか髪の毛をカットした後に満足しなかったら元に戻しますとかできないわけだよね。だから自分の商品やサービスや事業のコンセプトに合った IO っていうのを考えていく。で、IO を考えるときに重要なのは貢献するっていう気持ちが一番大事。セールスって大体自分の気持ちや自分の都合のいいものをお客さんに売ろうとするようになっちゃうから、お客さんが不安に思っているリスクをこっちにリバースする、こちらがリスクを背負って、かつ長期的にあなたと有効な関係を作っていきたいんですよっていうのがにじみ出ているような契約内容を作る。で、どうしてもみんな短期で見たらこれ怖いし、リスクもし成功しなかったらどうしようってみんな怖がっちゃうから、長期で私はあなたとの関係を考えてるんですよっていう賢者の特性に合った IO を設計すると、意外と勇者が首を縦に振ってくれると思います。あとは自分の見せ方って、まさに今めちゃやってくれてるような自己 PR グッズ、やっぱりセンスとか世界観っていうのが出るからアウトプットするものに、そこも意識してもらえるかと思います。はい、やさおか の読者限定の非公開グループがあるので、あとそのこの動画両方ともそこに無料で録画したものを上げとくから、タイムラインから消しちゃうと思っているので、そこにもしできたら私こんなの作りましたって上げてごらん、みんな。そしたらそれに対してまたみんながフィードバックしたりとか、勇者がこの賢者に私サポートしてほしいとか、勇者も自分の思いとか投げて賢者探したりしてほしいと思ったグループ作っているので、ぜひ活用していってください。で、入りたい人は多分 Google 検索して、リサシーランでもお金持ちなりとかタッと検索すれば、おそらく読者限定グループ出るよね。入るのも出るのも自由ですから、どんどん自由に使ってください。はい、じゃあこれが自己 PR グッズの開発に関してでした。最後です。キャラ設定しよう。はい、キャラ設定、アイデンティティって一つじゃなくていいんですよ。私はこういう人間だっていう思い込み、パラダイムって言いますが、7つの習慣は人それぞれ無意識、意識両方含めて持ってるんです、アイデンティティっていうもの。でも賢者っていうのは誰でも愛される、誰にでも愛される、誰でも愛せるキャラを作るっていうのが、ケンちゃんにとって重要で、組織にはいろんな人がいます。関わる中で苦手な人、ちょっと距離を置きたい人、主張が強い人も、話を聞いてくれない人、自分の話ばっかりする人、空気が読めない人、いっぱいいるわけです。そういう人をさばけるような、そういう人たちをうまくマネジメントできるような自分になるためには一個のキャラだと難しいんですよ。ちょっと前というか、わしがちっちゃい時にですね、仮面ライダーブラック RX っていうのがいま
まして、普通は黒いんですけど、バイオライダーというと青いのになって液体になったりとか、ロボライダーというと銃を使うちょっとオレンジと黒になったりとか、ケースバイケースで変化するんですよ。ロボットとかもそうですよね。水用のロボットに変化したり、海用のロボットに変化したり、多分女の子のそういう魔法系のキャラとかも、多分そのシチュエーションによって自分を変える能力っていうのを持ってると思うんです。これは自分のメインのアイデンティティが決まっているのはキャラ設定っていうのはできます。例えば講師をするときってやっぱこういうエネルギーなんですよ。でも講師してないときってグレーってしてるんですよ。あと個人セッションをするときは個人セッションのエネルギー、アイデンティティになってます。でコンサルをするときはコンサルするとき、友達と遊んでいるときは友達と遊んでいるとき、それはわざと変えているんじゃなくて、自分の中でプロフェッショナリティとしてキャラを設定しておくこと。そうすると自分の成果、相手の成果を作ることができるし、何より傷つきやすい賢者が傷つきにくくなるんです。メインアイデンティティで勝負しようとして、それが否定されたり成果出なかったら、自分の自己肯定感がガクンって下がるんですよ。でもこれはキャラだから、嫌われることでチームをうまく回そうとか、あえて叱りに行くことでチームを動かそう。でも本当の私は彼彼女たちをずっと愛してるよ、彼彼女たちから本当は信頼されてるよっていうのを担保するためにも、キャラクターっていうのをちょっと設定してみてください。作り方、アニメや漫画のキャラクターで皆さんが理想とするキャラとかいますか？あのキャラ昔好きだったなとか憧れたなとか、それは男女問わずでいいです。でおすすめは頼り上手、頼られ上手っていうのは賢者の一つのポイントです。自分で全部引きこもってやっちゃったりするとか、勇者に振られたことをデリゲーションできずに、ディレクションできずに、あ、自分一人で抱えちゃうとかすると難しくなっちゃうので、頼り上手、頼られ上手っていうところは一つ入れてほしいなと思います。そして次、知恵者であり現実主義者。要は曖昧な、勇者って曖昧なビジョンとか抽象的なことを話すんですよ。それをいいね、素晴らしいね、こうやったらできるかもね、ああやったらできるかもね、でもさ、ここってどう思ってるの、ここ抜けてるよねっていうふうに、ちゃんと現実に落とし込めるような知恵者であり現実主義者であってほしいなと思います。そして最後が、勇者を諭し、勇者の孤独を愛せる純度の高さを持っているようなキャラ設定をしていってください。安岡の本の中にあるよね、勇者、賢者は勇者の孤独を愛するみたいな章がすごくあると思いますが、そこのこの辺の要素を踏まえた上で、まあ、自分のアニメや漫画のキャラクターで理想のキャラはいるのかなっていうのを描いてみてください。今からはソロアントレプレナー、要は一人で起業するっていうのが今主流で、 IT を使ったりとか一人で家でマッサージをするとかカウンセラーするって小規模小資本で事業ができてますけども、今からチームアントレプレナーとかコミュニティアントレプレナーっていうのが増えてくると思います。要は関係性が作れないと孤立しちゃうんですよ。なので関係性のプロフェッショナルとしての賢者が、そういうチームの中でハブ的な役割をする、円滑油のような役割をしていけるように、自分のキャラぜひ作ってみてほしいなというふうに思います。では皆さんのこの理想のキャラ、まず一歩モデリングできるものがあった方がいいので、自分がこういうキャラ好きだな、こんな風になりたいなっていう、まあ、実物でもいいですよ、なんとかさんみたいになりたいとかでも。でその要素を抽出しながら、自分のこういう誰でも愛せる、誰からも誰にでも愛される、誰でも愛せるキャラっていうものの理想像っていうのをちょっと描いてみてください。これも5、6分時間を取りたいと思いますので、35分ぐらいまでやっていただければと思います。では書き出してみてください。どうぞ。好きなキャラをまず思い描くといいですね。私で言うとね、バガボンドのタクアン好きなんですよ。わかんないかな、男の子なのかな。私バガボンドっていう漫画のスラムダンク描いた人が描いてるタクアンっていう和尚様がいるんですよもうタクアンいいですね。タクアン大好きですね。あとね、ユパ様好きですね。風の谷のナウシカのユパ様とか好きですね。とか自分のこう理想のキャラが見えてくるんですよ。ちょっと描いてみてください。
じゃなくて大丈夫です。ちなみにこの足の講師としての話し方の一つのモデリングって、実は今日後で紹介するこの人生のプロジェクトって本を書いてる山崎匠さんっていらっしゃるんですけど、匠さんの話し方って私結構モデリングしてたんですよ、20代前半。匠さんのセミナーとか行って、あの絶妙な話すのうまいなと思って、ちょっと匠さんの要素とかも入ってます。あとこの本は皆さんにもご紹介しますので、めちゃくちゃ名所ですから。一応これで全部終わりだから、この後質疑応答しますので、質問とかもあればこの内容も含めて考えてみてください。あと3時からあと2分です。ありがとうございます。なんかキャラ選挙のとこはどうですか？なんかこの好きなキャラとか言うと年齢がわかるから痛くないみたいな話もありますけれども、ぜひいろんなその空想の世界、特にわざとアニメとか漫画って書いてるのは、やっぱりそこにこう著者の人とかの理想の姿とかがあるわけですよ。こんな勇者がいてほしいとか、こんなリーダーが、こんな人がいてほしいっていうのがすごい詰まってるので、
もちろん闇を持ってるキャラクターもいるし、すごいもう本当にピュアな光みたいなキャラもたくさんいます。その中で自分がこうエッセンスをちゃんと受け取って自分の理想に近づいていってほしいし、特にアシュラは無意識にちっちゃい時に見たキャラクターとかって実は入ってるんですよ。好きなアニメのキャラクターの動作を真似したりとか、踊りを真似したりとか、男の子だったら剣を持ってみたくなるとか、そういう時期が来るんです。そういうのを今一度思い出しながら、ちゃんと大人として現実世界とのこうバランスをとっていけるっていうところでのキャラ設定。これは別に八方美人になれとか、自分を偽って組織のために貢献しようとか、そういうことではなく、楽しみながら自分も相手も傷つかないようなキャラクターっていうのを作っていってください。これがキャラ設定でした。ざっと今日やった内容はこれですね。賢者の特性を話しました。そして賢者の役割、そして勇者との関わり、専門性、チーム、自己 PR グッズ、キャラ設定で、この7つをこの2時間、まあ実質まあ2時間だね、そうだね、2時間で話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。最後にお知らせをしたいと思います。お知らせ、今年あんまり私は外的な仕事をしてません。セミナーも多い時は年間200回ぐらいやってましたが、今年は多分数十回ぐらいしかしてません。その中で皆さんと一緒に、ご一緒できる仕事としての機会が、9月にイタリアに行きます。9月の月末からイタリアのリトリートツアーというのが1週間ぐらいありますので、よかったら一緒に行きましょう。そして昨日ですが、一般社団法人アクセスリーディング協会のレセプションパーティーをさせていただきました。アクセスリーディングって何かっていうと、まあ、教えてパッと相手を見たときに、その人の強みとか特性とか才能とか弱みとかトラウマとか大体分かるんですよ。で、なんで分かるかっていうと、別にスピリチュアルなエネルギーを使って投資をしてるわけじゃなくて、その人の動作とか、この人のちょっとした話し方とか、例えば両親との、私自信がないんですって言ったら、その自信がない原因って4つぐらいしかなくて、その A の原因の中にまた4つぐらいしかなくて、もうルーティンで決まってるんですよ、パッケージで人の悩みって。それを作能的に大量に情報を持ってるから、大体のパターン分けっていうのができる。そこに右脳的なエネルギーワークを突っ込んでいくので、作能と右脳のバランス、直感の感じる方の感と直感の観察の方の感、この2つを統合したリーディング方法っていうのを教えていくのがこのアクセスリーディング協会です。で、ベーシックコースっていうのが10月から24名限定で始まっていきます。それの、まあ、告知も昨日からちょうど始まったところで、まだ空きがありますので、よかったらこれ一緒にやっていきましょう。で、この AR って通称ですけど、この AR の教会の中に、私が今までいろいろやってきたり、これからやっていくエネルギーワークのもろもろだったりとか、家系図を使ったセラピー方法だったりとか、今、ソシロさんという人と開発している虹のリスペクトっていう関係性発達心理モデル、人の意識が赤から始まって最後白に終わるまでの虹を使った意識の発達段階みたいな、家族関係やパートナーシップに特化した内容だったり、いろんなものをこの教会の中に詰め込んで皆さんで開発をしていく。私らが一方的に教えるんじゃなくて、それぞれの専門性を生かして教会としてこういう世界、優しい世界を作っていくっていうのがこの教会になります。もう作ったばっかりでも熱がこもってすごい長く話しちゃったけど、まあこれすごくおすすめです。で、いつもやってますグルコンガスク6世、今回は壱岐、福岡であります。福岡の壱岐島っていうのはちっちゃい島なんですけど、1000個以上神社があるめちゃくちゃスピリチュアルな場所でして、私も行くの初めてなんですけど、まあ、グルコンっていう自分が愛から世界を見るっていうことをテーマに、全国から仲間がその島に集まって帰った後が本番です。グルコンで自分を生きるっていうのはもちろんのこと、その後全国に仲間ができていく、自分の視座が変わった視座からまた日常を生きていくってこともすごい価値がありますので、グルコン合宿もぜひご一緒させてください。あとは7つの習慣実践会毎月やってますよっていうのと、まあ、オンラインサロンのトランジットっていうのもやってますと。で、トランジットはちょっと今方法とコンテンツとかいろいろ変えようと思ってますので、もし今後お得にこのトランジットが変わった後も関わりたいなっていう人は早めに入っておいた方がいいと思います。おそらく値段が上がります。今5555円ですけど、変えたら月額の固定が多分上がります。でも今トランジットに入っている人は多分5555円そのまま行きます。なのでもしこう今おしがってるトランジット詳細見てもらって、コンセプトは変わらないんですけど、中身をがっつり変えようと思っているので、お得にやりたい人は早めに入っていただければお得かなと思います。秋頃には多分変えていきたいと思います。は
これまでがお知らせになりますと。では今日はですね、優しすぎるあなたがお金持ちになる生き方、賢者の秘伝書伝授セミナーをさせていただきました。あと15分ぐらいありますので、まあ、質疑応答が、質問があれば、質疑応答させていただいて、なければ締めの方に入っていきたいなというふうに思います。いいか、なんか質問ある人いますか。ちょっとこっちも見るね。ちょっと待ってね、先にオンライン答えちゃうわこれ。今から本を購入してもグループに入れますか。はい、天谷さんというのかな、ゆうすけくん、大丈夫です。本を買っていただいて、ぜひ参加ボタンを押してください。うたりん、私はどちらかといえば賢者じゃなく勇者タイプなんですが、勇者から賢者になれるものですか。はい、なれます。というか全部なれます。これ出版記念セミナーでは話したんですけど、こうやってマトリックスがあって、ここに挑戦者があって、ここに勇者があって、賢者があって、老子があるよねって。で、本の中では優しすぎるあなたがお金持ちになる2つの道っていうのが多分目次に書いてあると思います。で、2つの道って何かっていうと、1つは何の道だっけ、勇者の道だよね。要は挑戦者から勇者に行って老子に行くっていう勇者の道。もう一個は挑戦者から賢者に行く賢者の道です。で、今回その、出版の都合で2つの道って書いてるんですけど、本当は4つ道があるんですよっていうのを出版記念セミナーでずっと話してます。それがどんな道かっていうと、挑戦者から勇者に行って賢者を通って老子に行く L 型の道と、挑戦者から賢者に行って勇者に行って老子型に行くっていう逆セットの道があります。実は本当は4つ道があるんです。だから結局全部網羅するんです。ただしやりきらないと次のステージにはいけない。中途半端な勇者、中途半端な賢者では先にいけないので、きっちりやりきる。今自分が与えられた勇者という役割、もしくは賢者という役割をやりきることで次に進んでいくっていうのが2人への回答です。で、やりきって、これはこのマトリックスですけど、例えばね、これをもうちょっとマクロに見ると、この中では勇者、賢者、挑戦者、老子だったけどさ、こういうマトリックスになるわけ。そうするとここ全部挑戦者なんだよ。で、また挑戦者、勇者、賢者、老子でもまた大きくなっていくと、今まで自分が勇者として能力発揮してたと思ったら全部挑戦者の領域なわけ。年重ねていくとそうだよね。私も20代頑張ってきたけど、今の足から見たらやっぱ挑戦者なんだよ。で、40代の足から見たらまた挑戦者なわけ。そうやって成長を続けていくので、結局全部やるし、人の中には特性特徴はあるけれども、バランスよく生きていけるのが一番だと思います。次、海ちゃん、自分の中に勇者と賢者両方がいて、自分の中で性格を引き出してくれて、自分の在り方一つ仕事がいいのかな。今話したこととほぼ一緒だと思ってください。メインのキャラクターはあります。そしてキャラクターというか、アイデンティティっていう言い方をします。ミッション、ビジョン、アイデンティティっていう、この3つが私は三種の神器と言います。人生においても事業においても非常に重要なこの三種の神器、ミッション、ビジョン、アイデンティティ。ミッションというのは何のためにやるのか、何をやるのか。ビジョンというのはミッションを続けた結果作る世界、どんな世界や未来を作りたいのかがビジョンで、アイデンティティ、誰にとってどんな存在でありたいのか、この3つを自分の中で明確に持つっていうのが大事なことです。で、特にこのヨミちゃんの質問に関してはアイデンティティをちゃんと絞る。メインのアイデンティティが決まってる上で、TPO ケースバイケースで自分が一番活かせるチームや人を活かせる自分っていうのを作っていく。それがいいんじゃないかなというふうに思います。ただメインのアイデンティティが揺らぐと、作ったキャラなんか一瞬でこけるから、まずは自分のメインのアイデンティティを明確にしてください。で、これは一人だとできないんです。よくどんな存在でありたいですかっていう問いがあったとしても、誰にとってどんな存在でありたいですかっていう質問ってなかなかされないんです。だから自分は誰と生きていきたいのか、誰に必要とされたいのか、誰に貢献され、誰に愛され、誰と命を分かち合っていきたいのか、そしてそのためにどんな存在でありたいのかって、これはセットで考える癖をつけてみてください。
というところでオンラインはおそらく質問は全部回答したので、あきこさんどうぞマイクで質問してください。今のところの質問あります。でこれは出版記念セミナーで話したし、おそらく非公開グループの中にその動画とは載せた気がするんだけど、まだ載せてないんだっけ。載せてないかな。今やさおかの無料メール講座を作ってるんですよ。なのでその動画には多分そのメール講座に登録すると、山口県でやったやさおかワンデーセミナーの内容の動画を見れるように作ってるので、もうちょっとお待ちください。はい、まあ、うたりもくみちゃんもこちらこそありがとうございます。はい、他に何か質問ありますか。はい、あきちゃん、はい、例えば、勇者がいて、で、賢者さんが何人かいてくださったとして、なっていて、でもそのチームをやっていくうちに、賢者さんがこの人本当は勇者じゃないみたいなことになってるとかっていうのもあるある、あるよくありますよね。そういう時はもう勇者の道を行った方がいいんじゃないかっていうことも言ってあげた方がいい、やってあげた方がいいと思います。どうしたらいいですか。なんかチームから離れちゃうのは寂しい気もしますけど、だけどその子にとって勇者の道がいいんであればそれがいいのかな。それは誰が決めたの。相手、どう。そこですよね。だからちゃんと聞いてあげるってことだよね。勇者ってさ、決めてあげることはできるけど、聞いてあげること苦手なんですよ。あなたきっとこうだからこうしたらいいよみたいなのは言えるけど、あなたはどうしたい、私はこう思ってるよっていうのがしづらいんですよ。だから勇者の人は決断は彼女ももしくは彼に任せるってことが前提で、あともう一個おすすめがあるとしたら、まあ、チームを離れる、卒業するっていうのはやっぱ人間関係であることなんですよ。でもそれをするときにやりきれたかどうか、お互いに本当にやりきったかどうかっていうのはすごく大事で、やりきれずに離れるとその後ちょっとごちゃっとべちょっとぬるっとするんですよ、関係性が。だからここまではやりきろうねっていうのをちゃんと決めて、やりきってまたいつか一緒にやろうねっていうところを見出していければすごくいいなと思うので、途中で離れるとかはあんまり私おすすめしないんですよ。本当に何らかの理由があってみんなが押し出したくて離れるならいいんですけど、本当はいてほしいのにもうなんか我慢できないみたいなのとか、もうここは嫌だみたいになっちゃって離れると、残った人にも出た人にもあんまり士気が高まらないので、やりきる、ここまではやりきろうっていうのをできれば素敵かなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。オンラインの方ももう質問ないかな。こっちも大丈夫かな。じゃあ、最後に、お知らせをさせてください、はい、この本読んだことある人、山崎たくみさんを知ってる人、あ、みんなほとんど知ってるね。山崎たくみさんの日本でもベストセラー作家であり、素晴らしいスピーカーであり、実業家であり、アーティストであり、いろんな顔を持ってる方なんですよ。もう50代なのかな、たくみさんって1965年生まれだから53、若いね。たくみさんかっこいいんですよ。何度か直接仲良しとかじゃなくて、共通の知人を通じてとか、たくみさんの仕事の現場にお邪魔させてもらったりとかあるんですけど、本当に素敵な方で、そのたくみさんが書いた本たくさんあるんですけど、人生のプロジェクトっていう本があります。これはまさにこの賢者の人たちに必要なプロジェクトをどう管理し、どう成果を出していくのかっていうのの、もうノウハウ本です。段取りがきちんと書いてあって、どういうふうに進めたら自分のチームもいい成果を出せるかっていうのめちゃくちゃ名著です。もう何年前になるのかな、私が大学生ちょっと過ぎたぐらい。もうこれちょっと新しいバージョンなので、多分もう結構前から出てる本で、私もたまに読み直すぐらいの名著ですので、よかったら、人生のプロジェクト、今日も買えるんですよね。今日買うこともできますし、Amazon とか、まさきちゃる出版さんのホームページなどを見ていただいて、賢者
の皆さんにはとてもおすすめです。これを理解していると勇者の方や他の人のことも活かせると思います。ぜひ読んでみてください。はい、ということでですね、今日は、賢者の避難所セミナーいかがでしたでしょうか。またなかなか公園でセミナーする機会はないんですけども、まあオンラインだったらね、今日も多分結局今も35人ぐらいの人が見てくれてたりするから、こういう機会はできるだけまた作ってですね、でみんなもこういうのやってほしい、ああいうのやってほしいってで言うだけじゃなくて動かしてください。私言われるだけだったらやらないよってなるから、それこそ勇者が断る理由がないオファーをですね、うまく作って本当に動かしてほしいなっていうふうに思います。ぜひ例えばそれの一つの方法がコメントをここに書いて感想とか書いてもらえると、あ、なんかまたやろうかなとか思うわけですよ。なのでぜひでまたこれを仲間とシェアしていったりとか、それを実践してこんなことができました、こんな人を喜ばせることができましたっていう報告もお待ちしてますので、ぜひ賢者の皆さんも勇者の皆さんも老子の皆さんも挑戦者の皆さんもます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 豊かな人生と優しい人生を送っていただければ幸いでございます。はい、では今日はこのぐらいにして終了したいと思います。今日はありがとうございました。またお会いしましょう。